最高の状態になるという、まあ、仕掛けです。キノコが山ほど入ってますよ。いや、これはやばいですね。はい、始まりました。玄松学研がやったね、今日やる料理はね、じゃじゃん、またキノコいっぱい買ってきたんで、やっぱ秋になるとね、なんとなくキノコ食べたくなっちゃいますね。ってことで、まあ今日はもう手っ取り早くね、もう キノコの豚肉でね、もうさっぱりちょっと、蒸ししゃぶだね。じゃあやっていきたいと思います。今日の材料説明、キノコなんでもいいよ。で、持ってこのあれが玉ねぎが、これちょっと余ってるからこれ使ってね。で、持って、いやー、キノコがうまい時期になってきたからね、まあちょっとこの、まあ、あの玉ねぎちゃんね、適当にこう切って、でザバッと入れるとね。で、まあえのきちゃんはこうやってこうね、で、まあ使うだけ、鍋に入るだけ適当な感じでいいから、こうやっていろんなキノコね、今の時期だとほらいろいろキノコ出回ってて美味しいから、好きなだけ、好きな分だけ、何でもいいから、これエリンゴなんかも美味しいから、とにかくキノコ何でも好きですけど、特に僕最近エリンギがすごく好きだね。味は舞茸かな、何にしろこう美味しいよね。こういう状態でさ、よし、こういう感じで、しめじ今回いらないか、まあ入れてもいいしね、適当でいいよ、何でもいいから、あの入れるキノコはね。で、適当にこのキノコをザクザクザクと、よし、こんな状態で、まあ食べれるだけね、いろんなキノコ入れてください。そしたらこのしゃぶしゃぶ用の肉ね、こう適当にこういうふうにこうちりばめて、じゃあ 200g ぐらいか、全部は多いか、だから 200g ぐらいこう入れる感じでしようかな。よし、こんな状態でいいんじゃないかな。こんな感じで、まあね、セッティングしました。そしたら軽いね、塩コショウ入れるのね、軽くだよ、こうやって塩で、コショウね、入れるとき必ずペパーケーブってちゃんと歌ってね。はい、そしたらこのままね、フライパン蒸しにしちゃうんだけど、今日はポン酢バター味にしたいのね。これだよね、久々登場、キレてるバター。バカ野郎の野郎っていつも怒ってるキレてるバターを、これに、まあ 20g だな、パン、これで、まあフライパンでね、あの火入れてる いくと、どん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 バターの味も染み渡って、キノコに火が通って、バラ肉のうまみがキノコに移って、最高の状態になるという、まあ仕掛けです。で、それにこの味ポンだよね、味ポンをこれで大体、まあその適当でいいんだよ、こんなのね、全体に振りかける感じで、一回し2回しぐらい、こう全体に振りかける感じ。はい、これで OK、 これでもう下準備 OK。 さあ、そしたらもう実際にあとはもう火にかけるだけです。さあ、そしてね、あとはもうこれ火にかけて、その、 あの弱火でいいから、こう中火だと焦げちゃうから、こういう状態で弱火でこうやってかけて、で蓋して蒸していくんだけど、ちょっと山盛りになってから、これだとね、ここがベチャベチャになっちゃうから、アルミホイルね、アルミホイルを、まあ、こんな感じでこうちょっと鍋の多めにこういうふうにこうセッティングして、でこう蓋しるする、でこのアルミをこういうふうにこう、そうするとさ、この 表面についたあれが、このガラス面でベタベタにならない、でこういう状態だと密閉力もあるし、あのいい状態になります。でこういう状態で、じゃあこれでね、弱火で、まあ様子見ながらね、様子見ながら大体ね6分ぐらいかなだと思うよ。はい、これでちょっと様子見ます。いやー、このやり方さ、僕の動画見てくれてる人はもしかしたら、あーって思うかもしんないけど、この間のね、鮭のちゃんちゃん焼きでやらかしたからね。オープン、うわー、あやっちまったよ、やっちまった。ちょっと心配だよね、今回もうちょっとだから慎重にならざるを得ないよね。何回も失敗したらアホなのかってなっちゃうからね、ちょっと慎重にいきますね。はい、6分経ちましたね。いやー、この間のことがあるから心配だよね。ちょっとあっち持っていく前にちょっと様子見るか、ちょっとだけちょっと見てみるね。あー、もうちょいだね、これもうちょっとだね。この肉がギリギリ火が通ったぐらいがいいと思うんだよな。そうすると、じゃああと2分ぐらい。はい、ちょうどね、あれから2分経って、6分、そして2分追加しましたね。どんな感じになってるか、ちょっと開けてみたいと思います。緊張の一瞬です。じゃあ、オープン。
いい感じや。うわ、めちゃめちゃいい香り。最高だね、これ。じゃあ、これで、ちょっとね、香り付けにちょっとネギなんかこう、ぶっかけて、よし。よし、これで完成となります。キノコと豚肉の簡単、フライパン蒸し完成でーす。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速食べてみたいと思います。今日の感じこれですよ。どうです?この感じ美味しそうだよね。まあ、見た感じ豚肉しかないけど、内見にはキノコがたっぷりやってますよ。じゃあ早速これを食べる前に、はい、いつも通りチューハイタイム。皆さん、お疲れ様でした。乾杯。おいしい、もうめちゃしいってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。ちょっと中見てごらん、これ。うわー、もうたっぷりのキノコですよ。キノコが山ほど入ってますよ。じゃあ早速いただいてみたいと思います。いただきます。うん、これはもうめちゃめちゃおいしいすごいおいしいね。これやっぱりね、このキノコの良さよく出てる。いや、キノコとこの豚肉って合うね。エリンギのこのコリコリとこの舞茸すごいいいっすね。で、このバターが効いてて、バターとキノコって相性いいじゃないですか。それに豚肉ですよ。まずいわけがないよね。で、この豚肉をさ、こうやってこうキノコでちょっとこう巻いた感じにしてね、巻きキノコですよ、これ。これは美味しい。いや、これはやばいっすね。この相性はたまんないね。じゃあちょっと、志村君。はい。よし、じゃあちょっと食べてみてください。はい、ありがとうございます。いただきます。はい。うわ、どう?幸せです。幸せだよね。バターの香りとキノコの香りすごいですね。うわーっとくるよね。とんでもないです、この破壊力。特にこの舞茸美味しいね。これシンプルでいいでしょ、この。もう簡単すぎますもんね。簡単だよね。セットすれば、あと火にかけて、まあ今の実験だと8分でちょうどいいね。もっとでかいフライパンで倍ぐらいやっても全然ペロッといけちゃうね、これ。本当ですね、これ。これ本当1人前ぐらい。でも。もうこれで1人前でいいぐらいだね。そうですよね。2人で食ったらちょっと足んないぐらいだね。フライパンでさ、このまま持ってくるスタイルが良くない？これ。あ、はい、これむしろ熱が冷めないしそうですね、これの状態でなんか器に移そうと思うとね、見た目がなんか変わっちゃうから。洗い物もこれだけだもんね。全然いいよね。いや、いい感じ。ってことで、今日のこの簡単料理、旬のこのキノコをね、もう山のようにね、もう好きなだけ使ってやれば、どんなキノコでも美味しくなると思うんで、いろんな キノコで試してほしいなって思う感じの料理でした。いけます知識超簡単、キノコと豚肉の簡単ポン酢蒸し、はい、大成功です、はい、皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。